ショーは激しく溶けております。ちょっと熱湯すぎましたなちょっとお湯冷ましちゃいました。これはなんだ、これ早い早い、あ、トラックですね。トラックこれが何、お、あ、でも結構いい感じで僕行ったんちゃいます。後か揚げといて、なんか天ぷらさんみたいね。はい、どうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回はね、こちら行ってみましょう。今回はびっくら卵のお風呂で遊びくる入浴剤働く乗り物編。いや、久しぶりにね、びっくら卵で遊びます。さあではね、どんな感じになってるのか早速行ってみましょう。まずね、パッケージこんな感じですね。入浴剤が溶けるとタイヤが回る乗り物マスコットが出てくるよ。はい、こんな感じの、これはパトカーですね。ちゃんとね、タイヤが回るミニカーが出てきます。で、中から出てくるね、ミニカーは全ね、5種類になっていて、ラインナップはね、ここにもあるんですが、後ろにね、大きく書いてますね。パトカーに、消防車に、救急車に、ダンプカー、そしてこれがトラック。楽しいね、働く車の5種類のラインナップです。で、今回ね、ラインナップが5種類ということで、まあ、運良ければね、多分ね、コンプリートできます。今回は5つ用意しました。さあ、僕は運がいいんでしょうか悪いんでしょうか、実際にやってみないとわかりませんが。さあ、ではね、今からね、このね、5つすべてね、お湯で溶かして、コンプリートできるかね、やっていきたいと思います。さあ、ではね、開けていきたいと思います。今回、オレンジの香りということで、多分、入浴剤の玉の色もオレンジ色だと思います。さあさあ、ではでは、出していきますね。はい、オレンジのボールが登場。よし、じゃあ全部出しちゃいましょう。ひょこっと、出てこい、ポン。もう一丁、出てこい、ポンと。あと2つ、よいしょ。はい、これでラスト、5個目。そう、よいしょ。まだね、フィルムちょっとめくってないですけど、オレンジの香りすっごいっす。よしよし、じゃあこれもね、めくっておきますね。おー、綺麗、ビューティフォー。さあさあさあ、取ろうかな。これでね、全部ここ同じパトカーとかだったらもう笑いもんですよね、笑いもんね。さあさあさあ、どうなるのか。行きましょう行きましょう。ワクワクしますね、ワクワクね。よし、じゃあ全部出したんでいきますか。さあではね、念のためにちょっとトレー引いて、はい、これでやっていきましょう。さあでは本当にかなり緊張しますが、いきますか。まあ揃ってくれたらいいんですけど、それより僕的にはこう失敗しないことですね。僕結構今までね、やらかしてるんで、ブワーっとね、こう溢れたりしてね、それだけはないように頑張ります。よし、じゃあいきますか。ちょっとね、お湯かけます、お湯ね。ティフォール、緊張してきた。じゃあいきましょう。では1個目からいきます。昭和、激しく溶けております。じゃあここからね、ゆっくりと順番に出ていきます。どうだいどうだい、シュワシュワーっとね、もうなんか料理みたいになってますけど、ただの入浴剤です。ビックラ卵です。さあ全部揃おうかな、ある程度入れておこうかな、ある程度ね。まあ欲張っていつもね、失敗するんで、ちょっと気をつけながら。おお、早速なんか出てきてるんで、もう2個目とか投入してみましょう。おっちいちょっと熱い、ちょっと熱い。うわ、もう本当に料理してるみたいになってきた。よしよしよし、じゃあ次3個目いきます。あっつ、お湯足します。お湯足して、あ、カメラ曇ってないか、これちょっと熱湯すぎましたな。ちょっとお湯冷ましたよかった。よし、じゃあ4つ目ね。あちょ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 、よしよし、さあ来い、さあ来い、何が出るかな。お、1個目もう出てんじゃないですか、これ。わあ、これはなんだ、これ早い早い、あ、トラックですね、トラック、トラック来た、トラック。もうちょっとシャバシャバしとこう。あ、てか5つ目行こうか、5つ目。よいしょ、おどど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 ど、おい、落としたらね、超熱湯時刻なんで。よし、降りたそう。おーし、もうこれだったら全部バーっていっても大丈夫そうですね、今日はね。おー、おとなしい、おとなしい、おとなしいっていう表現おかしいですけど。よし、じゃあ来たよ。1個目がまずトラック。で、次トラック来るなよ、かぶるな。お、2個目浮いてきてる。2個目、3個目も浮いてきてるのかな。よし、トラックが1個。お、これは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 何、これ何、あ、消防車かな。あ、パトカー見えた。で、これがこれが何。お、あ、でも結構いい感じで僕行ったんちゃいます。あ、1個だけなんかこれかぶってるっぽいんですけど。おーし、よしよしよし、2個目。おー、消防車来たね。いいねいいねいいね、消防車来たね。で、これがパトカーでしょ、パトカーで、1個これ緑色のトラック、トラックじゃないわ、何だったか。ラインナップ忘れた。よいしょ。で、これ3種類目、これパトカーあげといて、なんか天ぷらさんみたいね。あ、これパトカーかな、これ何でしょうね。
よしよし、あ、でも俺コンプリートしてんじゃないのこれ。え、マジでめっちゃ嬉しいんですけど。やった、え、めっちゃ運いいでしょこれ。おお、すげえ。え、信じられへん何これ、こんなことあるんですね。やった、やったやったやった、一発コンプリートや。適当に5個取ってきたのに超死んでおお、しかもめっちゃもう綺麗に終わった。おお、事故ることもなく、お湯の量適量でいいね。もう完璧ですね、このセット最強ですね。ダイソーじゃない、どこやったかな、セリアで買ってきたやつね。100円のボールで200円のトレー、もうパーフェクトビックラ卵セット。いや、そこに感動してる場合ちゃうわよし、とりあえず無事に完了、コンプリート。はい、ということで今ね、綺麗にちょっとね、お水でそれぞれの車両を洗ってきましたが、なんと本当にあのびっくりですね。なんかコンプリートセットとか買ったとかじゃなくて、もう本当にあのね、こう箱が詰まってる右斜め前から順番にこう5つ取って買ってきただけなんですが、見事に一発合手コンプリートできました。これマジすごいっす自分でびっくりします。未だかつてこんな平和なビックル卵なかったねいやー、よかった。ではでは、どんな車両が出てきたのか今からね、ちょっとじっくりと見ていきたいと思います。じゃあとりあえずまずこれからいきましょう。はい、まずはこちらパトカーですね。くるりとこんな感じになっていて、結構いい感じのミニカーが出てきました。めっちゃ可愛い。そしてあのビックラ卵ってこうなんかちょっとこう安っぽいね、マスコット感というかミニカー感みたいなものが出てきたりする感じあるんですけど、これめっちゃしっかりできてるんですよ。いいっすね。まあさすがにね、窓のパーツとかそういったところにクリアとかは使われてないんですが、塗装が本当ちゃんとしっかり入ってて、しかもタイヤがかなりギュウギュウなんですけども、4つしっかりと別々で回るようになってます。すごい。サスペンションはさすがにないか。まあ本当にあのスムーズに回るんで、こう手転がし遊び全然本当に楽で遊びますね。これはいい。でサイズ感もしっかりしていて、これ子供とか喜んでくれそうですね。いやー、いいミニカーです、いいミニカー。じゃあ他のもね、どんどん行きますね。続いてこちらが、はい、消防車になります。くるりとこんな感じになっていて、赤色のカラーのベースに窓とか、あと上のこれがね、放水器ですかね、それと赤色灯などがちゃんと色で塗り分けられてますね。でタイヤはさっきのパトカーと同じような感じで4つね、ちゃんと回ります。でもちろんね、手転がし遊びもスムーズにできますね。かわいいです。おう、いいね。これほんとどれが出ても当たりですよね。で続いてが救急車行きましょう。はい、こちらが救急車になりますね。くるっとこんな感じです。これもかわいいですね。形が結構さっきの消防車に似たような感じですかね。まあ赤色灯の部分は違うんですが、まあ結構あの丸みのあるボディの形していてかわいいですね。でこちらも結構細かい塗装が入ってて、ほんとちゃんと救急車で分かるような感じになってますね。で手転がしももちろんね、スムーズにできまーす。よーし、かわいい。で続きましてが、じゃあダンプカー行きましょう。はい、こちらがダンプカーですね。緑色のベースカラーに、こちらはね、窓とあとライトの部分かな、そこが塗装になってますね。非常に可愛らしい。荷台の部分はこんな感じになってます。動いたりしたらね、いいんですけど、まあビックラ卵なんでさすがにそこまでギミックは作れないですね。ただ本当にあのタイヤが動くだけでかなりね、もう十分だと思います。これは最高ですね。ちゃんとあの水で遊べるようになってるんで、お風呂のおもちゃとしてもね、最適ですよね。でラストがこちら、トラックです。はい、くるりとこんな感じです。前がブルーで、後ろのね、荷台の部分がシルバーになってますね。はい、こんな感じです。まあ、特にあの運送会社の表示とかはないんで、シンプルなトラックになってますね。これも可愛らしいと思います。いいですね。こちらもそしてね、手転がしはスムーズになってます。いやー、よかったよかった。てか本当にあの全部一気にコンプリートできてめっちゃ嬉しいです。この感動はちょっとなかなかね、ちょっとね、言葉でね、伝えることは難しいですが、この僕のね、ちょっとこう喜び具合で、あ、この人マジで喜んでなみたいな感じが伝わればいいかなと思います。ということで今回はビックラ卵のお風呂で遊びに来る入浴剤働く乗り物編を5つ買って溶かしてみたところ、
もう僕がびっくり卵でしたね。5つ5種ね、すべて揃えることができました。ありがとうございます。これね、1個だいたい300円ぐらいでおもちゃ屋さんとかで売られてるんで、まあ気になった方はね、ぜひね、一度ね試してみてください。まあさっき言ったね、僕の買い方、箱が開けたばかりのボックスで、左手前からね、本当に5つ順番に買ったんですよ、今回。それでこの、ね、5種ね、コンプリートできたんですが、まあその方法がね、正しいかどうかわからないんですけども、まあ本当に運だと思うんですが、もしそのような買い方をねされた方ねいらっしゃったらね、ちょっとコメント欄で結果を教えてください。僕的にちょっとね、今回本当に一発コンプリートなんで、ちょっと気になっちゃってるんで、あとね、動画をねご覧の皆さんもね、多分気になったりね人もいると思うんでね、本当参考にしたいんで、ぜひそのような方いらっしゃいましたらコメント欄によろしくお願いいたします。ではではね、今回はこの辺りにしておきましょう。おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどん待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとツイッター、インスタもやってますんで、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。また他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではでは、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。